はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。時々ね、竹志農場の YouTube チャンネルで、流してるんですが、草刈り釜の研ぎ方ですね。はい、で今ブロッコリーの収穫に行くっていうね、ことで嫁から電話があって、今から行くから、準備して待ってろって言われたんでね、はい、了解しました。いつも突然なんでね、うちの嫁は何の前触れもなく来ますんで、これからねブロッコリーの収穫をしに行きます。で、ブロッコリーね、前回ね、収穫した時はもうめちゃくちゃ硬くてね、この草刈りが守ってったんですが、歯が立ちませんでした。嘘だろうって。3、4日前かな、行ったんですけど、レタスとブロッコリーと小松菜とチンゲン菜かな、収穫してきたんですけど、どれも茎が硬くてね、いや、釜といていけばよかったなと思って、ちょっとね、後悔したんですけどね。で、これ、ニラの収穫にね、何回か使っちゃってますんで、切り味がね悪くなってきたんで、今からね、ブロッコリーを収穫に行くんで、釜を研いでます。で、いつものように仕上げ度ではなくて粗度ですね。目の粗いやつで最初に形を出していきます。で、この辺がやっぱりうまく研げないんで、だんだんそうすると刃の真ん中だけ減ってきちゃうんでね、やっぱり全体的に減らすように、この刃先、先頭の方はあまり使わないんですけどね、一応研いておきます。よっこいしょ。はい、そうしましたら、よいしょ、仕上げ度に切り替えます。よっこいしょ。ちょっとね、その辺の草を刈って、大丈夫ですね。よいしょ。はい、だいぶね葉の方が復活しました。で、やはり平らにね研いでいるようでも、この真ん中減ってます。で、やっぱり先端もうまく研がさらないので、先端の方が残ってます。もうちょっと先端研ごうか。さっきこっちの面使ったから、今度は裏返し。よいしょ。で、最近はね、簡単に研げる小さい砥石もありますし、シャープナー、包丁なんかの使うシャープナーなんかもありますので、そういうものを使ってね、自分の使いやすい、道具でね、研いだらいいのかなと思っております。ちょっ
まあ、まだね、先端が研ぎ足んないですけどね。まあ、しょうがないね。はい。で、まあ、最近増えてきたのが、こういう、三日月釜ですよね。でも、初心者が研ぐのには、この刃の部分がね、平らな方が研ぎやすいです。こういう、アーチになってると、結局、この角の部分にしか当たらないんだよね。ここで言いますと、この部分とこの部分にしか刃が当たらないんで、なかなかこれ平らに研ぐっていうのが結構難しいです。ですから、まあ初心者の方が買うんでしたら、こういう、刃の平らな やつですよね。俗に言う草刈り釜っていうのを買ってください。で、この刃の厚さによって、厚釜、中厚、薄釜っていう3種類あります。で、なんか厚釜の方が、切れそうな気がするよね。刃がこの幅があるんで。でも研ぐ方は、この刃が厚くなればなるほど研ぎにくくなるんで、初心者の方は薄釜、この刃の薄いやつね、を買った方が研ぎやすいです。で、だんだんね、研ぎ方が慣れてきたら、厚釜にしていってもいいと思うんですけどね。まあ、厚釜の場合は、やっぱり刃の減り方が遅いですし、まあ一回研げばね、切れ味が長持ちします。ただ、長持ちする分ね、研ぐのが大変です。一生懸命こう、研がないとなかなか研げませんのでね。まあ、ニラ農家さんの場合はほとんどがこの刃の薄いね、薄釜、刃の厚みの薄い薄釜を使ってます。はい、そういうことでね、全然研ぎ方の解説にはなってませんでしたね。要は、この刃の角度、まあ15度とか何度とかってのがあるんですが、それに合わせてただ上下するだけで、これが極端に立ってるとか、寝てますとこの抵抗引っかかり具合がね違いますんで、まあ一番スムーズにスッといける、まあ抵抗の少ない角度が一番、この刃の、この刃のね、こういう角度に合ってますんで、抵抗の少なる位置で、下手するとこっちが当たるんでね、この刃もね、これ実際見るとここまっすぐじゃないんですよ。いくらかこういうアーチになってるんで、どうしてもここ当たっちゃいます。当たっちゃうんですが、まあこれはしょうがないのかなと思うんだよね。プレス機でドンとやってるんじゃなくて、これは手で、打ち出してる釜なんで、どうしても平らにはならないんでね、まあその辺はもうしょうがないかなと思ってます。はい、そういうことでね、釜の研ぎ方です。で、釜研ぎができると今度はね、趣味のナイフとか、キッチンで使ってる包丁なんかもね、研げるようになりますんで、まあね、ぜひ挑戦してみてください。で、習うより慣れろで、とりあえず場数を踏めばある程度コツ分かってきます。で、これコツ口で言われても分かりませんので、とりあえずレッツビギンやってみましょう。それがやっぱり上達のコツだと思います。はい、そういうことでね、まあ時々不定期にやっている草刈り釜の研ぎ方の動画でした。はい、お付き合いありがとうございました。